続きまして、ゼロワンプロジェクトニュース、はい、何を置いても渋谷サロンですね、うん、クリスタル週末サロンスタートしております。ワンワンは今月10月の22日第4土曜日午後1時から、一応4時、うん、4時間全撤収ですね、はい、3部構成でお届けいたします。一部、植物のお話を、ね、させていただきます、はい、そして2部は暮らしのお話、はい、そしておまけのキリン。だいぶ面白がってるよね、みんな。おまけのキリン、これ結構ブランド化しようかなと思って。やだ、どこでも呼ばれちゃうじゃない。おまけのキリン、すごいキャッチーですよ。人寄せファンだって。あれ、そうだったんです、知らなかったです。知ってる人、ウーさんと私だよ。同じ同列みたいな。同じね、皆さんの構成で盛りだくさんで届けていきたいと思います、はい、どんなこと実際話すのっていう質問も来てるのでね、うん、あの下しにまた Facebook でご案内したいと思うんですけど、うん、ちょっと言ったら、あのね、まあ、食育はね、本当にあのいろいろなお食事って今あの、うん、ドッグフードだったり、まあ、手作り食だったり生食だったりいろんなアプローチがあるんだけれども、うん、まあ、自分たちのワンちゃん愛犬の健康状態だったりね、うん、習慣みたいなことと照らして何がいいのかっていうことを選んでいかなくちゃいけない、うん、なんだけれども、ちょっとした本当に小技テクニックというかな、なんかこうヒントがあるだけで、ね、本に載ってないし教えてくれないし、うん、ね、食事もコミュニケーションですから。本当です。どんな風に変わるのか、はい、うん、ね、もう作らないわけにはいかなくなっちゃった。そうですよね。冷凍庫なくなっていくと、あっ作らなくちゃ。素晴らしい。そういう飼い主さんが増えてくれるとね、やっぱりもっとコミュニケーションの質が上がりますので、そんなヒントをまた今月もお届けしたいと思います。で、週刊の部では、あの、意外と皆さんね、日頃当たり前のようにやってることがね、実はワンちゃんにとってワンちゃんのためを思ってやってるんだよ、でも、うん、そうじゃないこととか、もっとこうしたらいいこととかね、うん、いっぱいあるんですよ、知らないことが。それは健康の習慣のことでも、暮らしの習慣のことでも、あとケア、メンテナンス、いろんな、だいたい知らないことだらけなんだよ。そうです、ほとんどが。そうですね、だいたいが自分の子しかだけど、そんなに見てるようで見れてないから、うん、よその子のことを聞いとくと、意外とそれに近い症状だったり、うん、状態になってることがあるから、もしかしてって思えるね。そうです、やっぱりあのお任せではなくて、飼い主さんがやってあげられることってね、たくさんあるはずなの、うん、だからそういうことを小出しにね、皆さんにお伝えしていきながら、うん、ぜひすくすく元気でさ、長生きしてほしいから、みんなね、人間と一緒だよね。一緒です、一緒です。病気になって長くしてたんでしょうかね、うん、そうです。 TOA をね、よく上げていきましょうって言いますけど、うん、そんなことをお伝えしていきますよ。で、おまけのキリン、おまけのキリンは秘密。結局秘密。そんな構成でお届けしますので、まだ受け付けてますのでね、直接あのお申し込み結構入ってるんですけども、うん、まだもう少しお席ご用意できますので、Facebook、ブログ、ホームページ経由で道の間でぜひお問い合わせくださいませ。ゼロワンプロジェクトでした。